ライブ UFO は1993年から1995年まで富士山系グループ主催で毎年ゴールデンウィークに開催されたイベント。ここではほぼ同じコンセプトで行われた1996年のライブワークスについても記す。1984年から1992年まで東京都渋谷区の国立代々木競技場近辺でゴールデンウィーク期間に開催されていた 国際スポーツフェアを引き継ぐ形で1993年の同時期に開始された。フジテレビジョン事業局が中心になり様々な企画、制作が行われ、各種大手メーカーをスポンサーとした多数の各種イベントパビリオンが出品されたほか、大手食品メーカーがスポンサーとなったフードコート、このイベントのために約1億円で購入したメリーゴーラウンドを中心に、 K1 やシルク・ドゥ・ソレイユの公演、第1、第2体育館でのコンサートなどの各種工業や、森田和義アワー笑っていいとも、の公開性放送も行われた。富士テレビジョンのテレビ番組や日本放送のラジオ、番組、不走者の雑誌などの富士山系グループの各メディアを使った事前告知を活発に行ったほか、会期中もバラエティ番組やニュース番組の中で、 生放送を使った告知を行うなど、知名度は高かったものの、集客数は当初予想を大きく下回った上、バブル経済崩壊後の不況で、各イベントパビリオンへのスポンサー獲得が難航したことなどから、第3回の1995年を最後に開催が中止された。なお、4月の新入社員の入社直後に行われるために、富士山系グループ各社の新入社員が、 あらゆるイベントパビリオンで研修生として働くなど、新入社員研修の一環という意味合いもあった。なお、この際に、新入社員が各パビリオンで働くイベントコンパニオンをナンパし、入社後初の仕事関係合コンを開催し、仕事以外で富士山系グループ各社の新入社員同士で親睦を深めるケースが多く見られた。1996年のゴールデンウィーク期間中には、 ライブ UFO を発展解消したライブワークスと題して国立代々木競技場や渋谷周辺などの各所でスポーツライブ系のイベントが開催された。また、1997年には富士テレビの河田町から台場への本社移転を契機として富士テレビ主催による GW イベントも同年に代々木から撤退した。富士テレビの台場移転後、 GW 期間のイベントは1998年のフランス祭りなどを経て2005年から2008年の4年間お台場学園文化祭が開催された。以後も様々なイベントを経て2014年より新たに春フェスが開催されている。なお、台場移転者年度となった1997年夏に移転後発の本格イベントとしてお台場ドゥードンパが開催された。 その後も夏休みに地方や郊外からお台場に観光に来る観光客の取り込みが可能なことや1995年当時と比べネットをはじめとした口コミや安定した収益、顧客数が見込めること、自社敷地内を使用できることなどから開催は妥当と判断され、引き続き夏のイベントが定着し、2017年現在のお台場みんなの夢大陸に至るまで、 毎年続いている。各年度のライブ公演に関しては、大阪公演、名古屋公演も、ライブ UFO 共産企画として開催されており、公演日が東京より先行する場合でもチケットを、ライブ UFO の入場券として使用できるようになっていた。なお、ライブの模様は、フジテレビにおいて、後日放送されている。ライブワークスに関するカテゴリー。ありがとうございます。